あ、そう。あ、渡ったらあかんねえか。日は長いですからね。今日はまだ短い方でしたね。ちなみにね、どっかに標識なかったかな。これね、JR 四日市じゃないですか。もう本町ですから、すぐ駅前ですよ。ちなみにあまり知られてませんけど、これ渡ったところね、こっち側も実は本町なんですよね。そこの前まで。あ、次長屋じゃね。だからね、すぐ来ますから、閉まるんですよね。ちなみにこのね、駅前の踏切ね、JR の四日市の駅前なんですけど、浜田踏切って名前なんですよね。これなんでなんでしょうね。ちっちゃくなるんですよね。こっち側は当たって、ここまでが本町なんです。ここまでが本町で、まずいな。知ってる人がおった、ここまでが本町で、ここから先がね、相生町って言って別の町になるんですけど、こっち側は蔵町か。ここでちょうど、こっちが本町で、そっちが相生町で、これはただ向こう側は全部蔵町っていう町に変わるんですけどね。これから長いんですよ。もうずっとなってるでしょ。なんで俺渡ってしまったやろな。外とおにぎり買ってきたいんやけど。ね、これ買うでしょ。この時間長いですよ。リアルタイムでお届けしましょうね。せっかくですから。話すこともなくなるんですよ。でもこれ配達中、これ午前中がね、結構ギリギリな時間じゃないですか。お、何キロ来た。2キロ行きますね。これやっと消えるじゃないですか。切るでしょ。そうすると次反対側を待つわけですよ。これちなみに配達中にね、この時間捕まるとね、終わったーってな感じですよね。午前してどうすんのっていうね、何のね、まあもちろん何の仕事とは言いませんけどね、どんなにつまらないって言われようがカットしませんぞ、これ。ほんとにね。まあね、歩きの駅やとね、様子が見えるでいいんですけどね。これ、すごいですよね。二段になってますからね、そう言われてみれば。高い位置。まあ意外、トレーラー、走りますからね、ここ。このね、カメラさんとかありました。この奥側にね、ずらっと貨物のね、宿というか、荷さばき所がありますんでね、日通さんの倉庫とかあったり。うん、ですね、そこからね、出入りするのに結構やっぱし、トラック、トレーラーの往来も盛んということなんですけどね、長いでしょう。まあね、その間にね、ずらーっと列もできていくわけですよ、車のね。こんにちは。ちなみにね、
四日市市外の方に言っとくとね、浜田町っていうのはね、全然向こう側なんですよね。あの近接四日市駅とかがあって、さらにその向こう側ぐらいのところですんで、全然違うんですけどね。トレーラーかんないけど、水力向こうかは名4ですからね。ねえ、ちなみに一番大変なのがね、これが超えたでしょ。これの後でね、こっち側にね、入庫中とか入れ替え中とかってつくこ、入れ替え中ってつくことがあるんですよ。もうそれついたら紐ですからね。さっきのか。必ずやっぱ長いですね、ここの信号は。って言うと思うんですよ。全部ノーカットで当たりますよ、もう。え？もう当たり終わったら鳴り始めるでしょ。今度は早かった、結構この辺りにね、ダイヤをカツカツになってますよね。今度は返してください。まあこんな感じですよね。これにね、貨物の入れ替えが重なると、まあ大変と、いうことなんですよ。さあ、まあとりあえずこれで一通りね、こっち終わりましたから、よいしょ。よし、じゃあね、これは桃太郎本町線さんでね、おにぎりでも買ってきましょうね。よいしょ。